ロシア海軍が千島列島に最新鋭地対艦ミサイル計 300P バスチオン P を配備したみたいだね。これにより北方領土の緊張感も高まっているようだな。中国の対応だけでも大変なのに、ロシアにまでこんなことされちゃったら、日本はてんてこまいだよね。そうだね。今回はそんなロシア海軍の最新鋭地対艦ミサイル計 300P バスチオン P 配備について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアの非政府系通信社であるインタファックス通信が2021年12月2日に報じた情報によれば、ロシア海軍太平洋艦隊が千島列島中央部に位置するマプア島日本名松輪島に、最新鋭地対艦ミサイルシステム計 300P バスチオン P を配備したとのことだよ。2016年には日本の反発を無視して、日本の北方領土である択捉島へも計 300P の配備を行っているんだ。地対艦ミサイルシステム計 300P に搭載のミサイルは、インタファックス通信によると最大射程距離は 500km であり、択捉島から北海道帯広市までが射程圏内となっているね。この射程圏内には当然、日本の領海が含まれており、多数の日本船舶が計 300P の脅威にさらされることとなったんだ。ロシア海軍太平洋艦隊はインタファックス通信の取材に対し、千島列島周辺海域と当初間の海峡防衛のために配備し、24時間体制の監視体制を構築するとの旨のコメントを発しているんだけど、これは、アメリカ海軍第7艦隊を中心とするアメリカ海軍部隊が、オホーツク海へ侵入することを牽制する意図があると見られているよ。今回のマプア島への配備により、千島列島の南端から北端まで計 300P の射程圏内に収められたから、ロシア海軍はいつでも千島列島を封鎖することが可能であることを示しているね。地対艦ミサイルシステム計 300P バスチオン P ってどんな兵器なの？バスチオン要塞の名を冠する計 300P は、2015年よりロシア軍内で配備が開始された最新鋭の装備だよ。沿岸防衛用として島嶼部や沿岸部に配備され、空母打撃群や輸送船団、揚陸艦艇などの水上艦を沿岸部より攻撃する目的で、ロシア軍とベラルーシの企業が共同で開発したんだ。NATO コードネームは、SSC ゴスプージ密告者の意となっているよ。システムユニットとして、指揮射撃管制車両系 AMAZ43101-6輪×6輪式トラック1から2両、支援車両1両、ランチャー車両 MZKT7938輪×8輪式4両、弾薬運搬再装填車両4両からなる構成となっているんだ。この指揮射撃管制車両は、ランチャー車両から最大 25km 離れた地点から遠隔操作することも可能だぜ。3名の乗員が操作するランチャー車両では、1両につき2発の対艦ミサイルが搭載されており、展開してから5分以内にはミサイル発射準備状態に移行することが可能で、搭載される2発の地対艦ミサイルは、2から5秒間隔での連続発射もできるみたいだな。また、発射準備状態へ移行後、最大30日間即応状態を維持できるなど、非常に高い性能を有しているぜ。計 300P バスチオン P に搭載されるのは、P800 オーニクスという地対艦巡航ミサイルなんだけど、これは超音速で飛行する対艦ミサイルとなっているよ。旧ソ連海軍により、1985年より開発が開始し、1998年に正式採用。全長は 8.9 メートル直径 0.7 メートル発射後翼展開時 1.4 メートル重量 3000kg 弾頭重量は 250kg。飛行能力としては、最大飛行高度14000メートルをマッハ 2.5 で飛行可能。低空では、海上高度5メートルを巡航可能で、波高6メートル以上9メートル未満の高点下でも運用可能とされているんだ。インタファックス通信によると射程は 500km とされているんだけど、公式情報では最大射程は 120km から 300km。地上発射型だけではなく、水上発射型や水中発射型、空中発射型など様々な派生型が存在しているみたい。P800 のエンジンには、インテグラルロケットラムジェットエンジンがメイン推進方式として採用されているよ。この推進方式は、旧ソ連海軍時代の各種ミサイルに多数採用された伝統ある推進方式だね。ミサイルは発射後、まずは固体燃料ロケットエンジンを使用して超音速まで一気に加速。その後、固体燃料ロケットの推進剤を燃焼した後にラムジェットエンジンに切り替え、巡航モードに移行するよ。ラムジェットエンジン。このラムジェットエンジンは、エアインテーク空気取り入れ口から注入した超音速の気流をラム圧によって圧縮して亜音速まで減速させ、
そこに燃料を噴射して燃焼させた廃棄の半導体を利用して推進力を得るという構造だぜ。このラムジェットエンジンの利点として、多くの巡航可能なミサイルに使用されるターボジェットエンジンより構造が簡素で軽量であることが挙げられるな。逆に欠点として、エンジンを運転することに必要なラム圧は高速度で上げれば必要圧力を得られず、燃料消費量も極めて大きい点が大きなデメリットとなっているぜ。ちなみに陸上自衛隊の一つ多式地対艦誘導弾は、オーソドックスにターボジェットエンジンを使用しているな。P800 の射程距離は、インタファックス通信社の報道では最大射程距離 500km。ロシア軍が公式に公表している射程距離は 120km から 300km となっているよ。射程距離に大きな差があるのは、エンジンの特性上、最大飛行高度 14,000m をマッハ 2.5 で飛行し、目標上空で急降下して突入すれば、最大射程距離は 300km の性能を発揮できるんだ。しかし、限界高度である高度海面 5m の低空を巡航飛行した場合は、空気圧の上昇による空力加熱などによって、最大射程距離は 120km まで減少し、最大速度もマッハ 1.6 まで低下するとのことだよ。また、この空力加熱によってミサイルが加熱される影響で、目標柄のレーダーに探知される可能性が上がると言われているぜ。P800 は、巡航時はロシア版 GPS である衛星測位システムグロナスによって行われ、目標直前の終末誘導時にはアクティブレーダーホーミング方式となっているよ。P800 は、必中を期するために通常時は1目標に対して3発同時に発射される運用方法が行われており、リーダー機と呼ばれるミサイルのみがレーダーを作動させ、他のミサイルの誘導も行うんだ。これにより、レーダー発射母機を最小限にし、発見率の低減を図っているよ。また、レーダー警戒装置も搭載されており、敵艦からのレーダー照射を感知すると必要な回避軌道を自動で行うようになっているんだぜ。P800 は、当初は対艦ミサイルとして開発をされましたが、その優秀さから対地攻撃用のミサイルとしても運用が可能とされているよ。これは、ロシア国防省がプーチン大統領に対して、会談中に海上であれば最大 350km 先の目標を破壊し、陸上であれば最大 450km 先の目標に対し攻撃可能である旨の発言をしていることからも示されているね。防衛省が2021年9月に発表したレポート、我が国周辺におけるロシア軍の動向についてにおいて、最も日本本土に近い北方領土の国後島にバルと呼ばれる地対艦ミサイルシステムが配備されていることが明らかにされているよ。このバルは、最大射程 130km 程度の亜音速飛行を行うミサイルであるため、超音速飛行を行う K300B バスチオン B 地対艦ミサイルシステムよりは迎撃できる可能性が高いものの、これにより、北方領土を含む千島列島やロシア軍によって、厚い地対艦ミサイル網が構築されたことになり、ロシアにとって天敵であるアメリカ海軍空母打撃群が、千島列島からロシア領海へ侵入することを阻止できるようになったってわけだな。日本でも陸上自衛隊に地対艦ミサイル連隊という連隊編成の野戦特化部隊が存在し、島国であり島嶼部の多い日本では、以前より地対艦ミサイルへの関心は高いものがあったんだ。現状では、5個の地対艦ミサイル連隊が編成され、北海道に3個、東北及び九州に2個が配備されているよ。近年は中国の海洋進出に対抗する必要性から、2022年度末までに南西諸島に展開するための新連隊を沖縄県うるま市に所在する勝連分屯基地に進展する予定だぜ。陸上自衛隊では、現在、1988年より配備が始まった88式地対艦誘導弾とその改良型である、2012年より配備が開始された1、2式地対艦誘導弾の2種が運用されているね。88式地対艦誘導弾の最大射程距離は 150km。88式は、日本の地対艦ミサイルシステムのみが持つ、地形回避飛行能力山岳部などの地形に応じて自動回避しながら飛行できることで、山の多い日本で比較的安全な内陸部から敵艦に向けてミサイルを発射することができ、敵からもミサイルが探知されにくくする防ぐ機能や妨害電波下においても妨害電波発信源を自動捜索追尾し、発信源に突入する機能などを有する非常に高性能な地対艦誘導弾なんだ。試験では妨害電波環境下においても目標に全弾命中する実績を上げているな。
一蓋式地対艦誘導弾については、88式を改良した誘導弾システムであり、最大射程距離は 150km から 200km 程度。88式と比較して、様々な環境下での命中精度の改善等の射撃能力の向上、同時着弾能力の高精度化などの残存性の向上が図られており、誘導についても GPS 誘導方式が加えられたことにより、より高度なミサイル誘導が可能となっているよ。そのため、2020年12月18日の閣議決定において、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型一蓋式地対艦誘導弾階の開発が承認されたんだ。開発期間は2021年度から2025年度までの4年間で開発予算は394億円。この能力向上型では、最大射程を当面は 900km まで大幅延伸し、将来的には 1500km まで延伸する予定だよ。さらには人工衛星経由でのデータリンクなどの技術開発が行われるほか、長射程を生かした地対地誘導弾への発展も期待されているんだ。このようにロシア海軍は北方の防衛力を強化し、アメリカ海軍に対する牽制を強めている状態だね。対する日本も島嶼部が多く、中国の海洋進出による警戒を強くする必要から、新型地対艦誘導弾システムの開発を行っており、ロシア海軍とは状況は異なるものの、島嶼部防衛の重要性は今後ますます高まるものと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。